ルイーゼライナーはドイツの女優。デュッセルドルフにてユダヤ人の両親の間に生まれる。ウィーンに移り、1928年に舞台女優としてキャリアを始める。1930年代初期に3つのドイツ映画に出演後25歳の時にアメリカ合衆国に移住。1935年に MGM と契約し、グレタ・ガルボの対抗馬として売り出された。 1936年公開の巨星ジーグフェルドと翌1937年公開の第一で2年連続してアカデミー主演女優賞を受賞。2年連続でアカデミー賞の演技部門を受賞した最初の人物となる。また、ユダヤ系ドイツ人女優として実在の人物を演じての受賞者は彼女が最初である。しかし、フランス人歌手役であった。 巨星チングフェルド、ドイツなまりのひどい、大地と2年連続しての受賞は、オスカー氏の謎とされている。アカデミー会員が、対抗馬の女優たちの受賞を嫌がったためとも言われるが、真相は、はっきりしない。ライナー本人も連続受賞の重責から姿を消し、一時は、消息不明となっている。ルエラ・パーソンズは、そんなライナーを、オスカーの呪いと呼んだ。 私生活では二度結婚しており、子供が一人いる。晩年は、ビビアン・リーが所有していた、ロンドンのアパートで暮らしていた。ハリウッド・ウォーク・オブ・フェームに、名前が刻まれている。1998年開催の第70回アカデミー賞受賞式と2003年開催の第75回アカデミー賞受賞式に出席し、過去のオスカー受賞者として舞台に登場した。 2011年9月5日、ドイツの首都ベルリンにあるハリウッドウォークオブフェームのドイツ版、ブールバールデアスターズに彼女の名前が刻まれた星型のプレートが設置され、101歳の彼女も車椅子だが設置式典に出席し、健在ぶりをアピールした。晩年はロンドンで暮らしていたが、2014年12月30日に肺炎で死去した。104歳没。 ありがとうございます。